4年分だな、ライナー。お二人は古い友人だと聞いたんですが。ですよね、クルーガーさん。ああ、お互い積もる話が多くてな、何から話せばいいのかわからないんだ。おい、怪我してるな。戦士になれたのか、クルーガー君。でも俺はなれません。それはよかった。いいやつだ。長生きしてくれるなら嬉しいよ。俺はここに来て毎日、なんでこんなことになったんだろうって、心も体もむしろまれ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失う。こんなことになるなんて知っていれば、誰も戦場なんか行かないだろう。他人や環境に強制されて仕方なくだ。ただし、自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。隣に座ってもいいかね。ええ、どうぞ。区の診療医のイエーガーだ。はじめまして、クルーガーです。そして心が健康なら家族のもとにお帰りなさい。家族に悔いがあるようですね。あの日、息子は妹を連れて壁を出た。私が普段から厳しくしすぎたのは私だ。全ては私。ライナー、座れよ。この上の建物は普通の住居だ。ステージの裏、多くの住人が幕が上がるのを楽しみにして待ってここのすぐ上でな。どうやって、何しにここに来た。わからないか。お前と同じだよ。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。スイーツ王の平和思想は淘汰され、始祖の巨人はあるものに奪われました。その名はエレン・イエーガー。しかし現在、始祖の巨人を身に宿すエレン・イエーガーは地ならしを発動させる可能性を秘めています。その通りだ。ミリー・タイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。なぜ壁を破壊した。始祖を奪還し世界を救うことだ。そうか、世界を救うためだったら、それは仕方ないよな。私、ビー・タイバーは、マーレ政府特使として、今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。あの時言ってたよな。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するって。そのために来たんだろ。ああ、言ったっけ、そんなこと。忘れてくれ。パラディ島勢力へ宣戦布告を。やっぱり俺はお前と同じだ。生まれた時からこうなんだ。